まず、シングルの練習から入っていいきたと思まますず球出し、ボール出しの20球打ち手出しなんですけどもその練習から行っていきます的をシングルスの 1m 縦横 1m のところに2つ置きますそしてベースラインの 50cm 後ろそこにもう1つコーンを置きます えそこから、えー、手出しで、えー、20球左右に、えー、球出しをする。そういった単純な練習です。はい、それではやってみましょう。